乃木希典ほど彼自身の生涯と関わることなく近代日本国家の願望を負わされた人物はあるまい。そして司馬太郎氏の乃木具象論、西南戦役で連隊機を敵に奪われた不運の指揮官、日露戦争の旅順攻撃で大量の将兵を死に至らしめた将軍、指揮官としても全く無能だったという定説の反論は現在ではいろいろな書で説得力をもってなされており、本格的に正された時代になった。乃木希典は1849年11月11日江戸の麻布、日が久保の調布藩邸で生まれた。現在六本木ヒルズの所在地である。父まれつぐは極めて厳格な人であり、母ひさこも厳しく乃木を育てたという。乃木は左目が見えない。幼い頃母親に蚊帳の留め金で叩かれたのが原因である。母はヒステリックな女性で、時にその癇癪が爆発して乃木を傷つけた。乃木はいつ豹変するかわからない母親を恐れて育ったという。乃木希典が生まれた時代はまさに維新の嵐の中にあった。乃木は武士の子に生まれたが、心根の優しい資質で他の無邪気な子供たちのようにこの風雲にあって武将として名を成し得るなどとは思わなかったし、望まなかった。乃木は文学という当時何の足しにもならない才能で身を立てたいと漠然と無双していた。その淡い文学少年の夢をこっぱみじんに壊したのが叔父に当たる玉木文之進である。彼は吉田松陰の叔父でもあり、その意味では乃木は吉田とも縁続きに当たる。できれば学問で身を立てたいという乃木の志が玉木の逆鱗に触れてしまう。そして重慶である三堀康介は腰の定まらない乃木に、文人で立つのか軍人で立つのかときつく質問される。乃木は相手に厳しくといただされると、途端にそれまでの自分の思いを取り去れてしまう傾向がある。この件で彼は180度考えを方向転換して軍人になる決心をする。こうして軍人乃木希典が誕生する。1872年、乃木は少佐に任官し東京鎮台第二文営に属した。乃木が24歳の時である。真新しい軍服で記念写真を撮り、少佐の階級をつけて出歩いた。この東京勤務時代は乃木の生涯で最も満ち足りた時代だった。少佐任官の日のこと、わしの生涯で何より愉快じゃったのはこの日じゃと後に告白したという。彼の生活は自信に満ち、そうした人間が持つおおらかさが行動の中に再々見られる。またこの頃は実によく同僚と遊び歩き、ところどころに酒を飲み歩いたという。乃木は勤務終了後まっすぐ家に帰ることは全くないと言ってよい。やがて乃木は熊本鎮台歩兵第14面隊長を任じられ、ここに乃木の生涯で最も充実した在京生活は終わった。乃木伝の作者の多くの人がこの東京勤務時代を乃木の明朗時代と規定する。乃木の生涯で最も明るい覇気に満ちた日々がところどころに繰り広げられていることによる。乃木希典の苦悩の人生は西南戦争に始まる。軍旗を敵軍に奪われたのである。現代人から見れば旗ぐらいと思うだろうが、この時代の人にとって天皇から与えられたものは天皇そのものである。当時の軍人にとって捕虜になること以上に不名誉なことであり、屈辱的なことであった。日記には読者酔って眠る、酒を飲むなどの獄がしきりに現れるようになり、その湯を酒に紛らわしていたらしい。ついには自殺未遂まで発展し、親友の児玉源太郎も乃木が危険な状況にあることを知り、自害しようとする乃木から軍刀を奪い取って説得し、自害を思いとどまらせたという。その乃木に一つの転機が訪れる。1887年のドイツ留学がそれだ。乃木がドイツに留学し、初めて日本から離れて外国生活をする中で、まずぶつかった問題は絵画、近代化とは何かということであった。それは彼が日本にいた時抱いていた異国像が全くと言っていいほど覆されたことによる。乃木はドイツで生活する中で、日本にいると既想像していた絵画の国が持つ華やかさとは全く異なる。ドイツ人の質実な生活態度と自国の伝統を重んずることに驚かされたらしい。乃木はドイツ人の生活に維新前尊王攘夷を唱えていた頃の心構えと同じものを見出した。海外留学によるドイツ生活は乃木の古き心を目覚めさせ、伝統主義者とした。乃木は外国生活によって小国日本を客観的に把握するとともに、選ばれた陸軍軍人たる使命を改めて自覚したのではなかろうか。こうした外国生活を通じて乃木は日本における強敵ともいえる放蕩生活から決別する。帰国後乃木は変身し理想的な軍人であろうと努めたのだ。日清戦争後中将となり台湾総督に任命されるが、うまく行政能力を発揮することはできず、1898年に休職、再度復職してまた休職、予備役へ編入され、那須野で百姓としての生活を送っている。これで軍人に向かないと本人が一番理解していた乃木希典の軍人生活にも終止符が打たれるはずであったが、ロシアとの戦争が乃木を軍人への道に引き戻す。1904年2月、ロシアとの間に日露戦争が始まり、乃木は旅順攻略のための第三軍の司令官に任ぜられた。乃木は停車場まで見送ったの図元帥に、どうです若返ったように見えませんか、どうも白髪がまた黒くなってきたように思うのです、と笑顔で言ったように、よほど嬉しかったのだろう。だが、
旅順要塞の攻略は熾烈を極めた。将兵たちの決死の正面突撃も敵の十字砲火には全く歯が立たず、瞬く間に一帯は死体の山になった。乃木は最後の手として特別予備隊3084名からなる白たすき隊の投入を決意した。しかし単勝島を利用したロ軍に集中砲火を浴び、なすこともなく多くの死傷者を置いたまま退却するほかなかった。今にも兵力が尽きんとする中、先方を要塞攻撃から203高地の総攻撃に切り替え、激戦の末乃木はついに旅順を陥落させた。1904年8月初旬の高位陣地形成以来3ヶ月余りの苦闘と多数の将兵の犠牲によって達成されたのである。それは日本人が長いこと待った日に他ならない。しかしこの戦いで1万5000名の戦死者を出し、乃木の長男の勝助、次男の安助の2人も戦死した。旅順の攻略に目安がつくと、乃木はこの作戦で虹を戦死させた悲哀を背負った名将として大きな脚光を浴びた。虹を戦死させた将軍乃木は、夫や子を戦場で失った多くの国民の怒りを抑える上で軍に取り必要であったのだろう。乃木の凱旋は大歓迎となり、新聞も帰国する乃木の一挙手一投足を報じた。旅順奪還に悲劇の将軍として、乃木マレスケは国民的敬愛の念で迎えられ、乃木ファンというような人たちが年齢の上下を問わず生まれたのである。東京に到着後、乃木は直ちに宮中に参内し、明治天皇の墓前で自筆の覆明書を報読した。乃木は覆明書を読み上げるうち、多数の将兵を戦死させた自責の念から涙声となり、この乃木の願い、滑覆してその罪をお詫びしたいと明治天皇に直接上奏。しかし明治天皇は、ならんぞ乃木、どうしても死ぬというのであれば朕が世を去った後にせよ、特技を指した。そして明治天皇の死を告げる黒枠の号外は、夏の夜がまだ明けやらぬうちに暗い町へもたらされた。時に1912年7月30日である。それは乃木にとって唯一この世につなぎ止めていた人の死であった。明治天皇のご遺体を乗せた車が球場を出発、合図の号砲が放たれると、乃木は自宅において軍服シャツのボタンを外し、軍刀で腹を十字に切り、再びボタンを止めてから喉を深くついて絶命した。作法に沿った見事な切腹であった。享年64であった。妻の雫も乃木と対座し、乃木の自陣とほぼ同時に会見で心臓を貫いた。こちらは享年54であった。室内の机には明治天皇の御神栄とともに複数の遺書が置かれていた。その一つは、写しを神されますし、大君の宮としたして我は行くなり。明治天皇は崩御されてしまった。明治天皇の後をしたい、私も行くとしようという意味であろうか。明治天皇の崩御と乃木の殉死は国民に激しい衝撃を与えた。赤坂区議会は、これまで幽霊坂と不吉な名称で呼ばれていた坂を乃木マレスケが住んでいたことにちなんで乃木坂と改名。さらにその後も乃木邸を訪れる人は後を絶たず、京都、山口県、栃木県、東京、北海道など日本各地に乃木を祀った乃木神社が建立された。こうして乃木と雫は祭神となったのである。乃木マレスケ、幕末から日清、日露戦争と明治の洋武士の気概を失わずに戦い抜いた。その最後は明治天皇に殉死する形で苦難の人生を終えたのであった。